かソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはホークスの先発西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。2球目打ちました。バッターボックスには指名打者の長谷川、藤波、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、3番バッター坂本、エラーでランナーを出しています。最初は変化球できました。2球目は何で来るか、アウトロー外れます。ボール先行です。内へズバッと投げ込んできました。まあ、インコースのボールに差し込まれないように気をつけたいですね。はい、さあ4球目は何か、切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。3ボール1ストライクです。これはバットです。三振です。2アウトになりました。バッターボックス中村、2アウトランナー1塁です。マウンド上のピッチャーは藤波、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。変化球空振り、落ちるボールに手が出ました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。バッターは柳田、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか、インコース打ちました。いい当たり、入りました。ノーボール2ストライク。ボールになります。さあ、勝負してくるのか。変化球が高めに外れています。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている浅村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。ボールになります。インサイド落ちました。さあ、そしてバッターボックスには大谷が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。さあ、そして打席には坂本が入ります。さあ、2アウトながらピンチは続きます。まあ、ここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいです。初球打ち、まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうですね。引っ張った、ついに最終回を迎えました。追いかけるジャイアンツの攻撃、5番バッター丸、ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。まあ、そうですね、やっぱり以上。アウトコース打ちました。打順は6番吉田、藤波、まずは先頭バッターを打ち取っています。いいところへ決めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。インサイド落ちました。バッターは7番に入っている浅村、2アウトランナーありません。最初は変化球持ってきました。ストライクです。高めのボール、ファールフライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いい